上井田連絡線は、愛知県にある、名古屋鉄道小牧線あじま駅から、名古屋市営地下鉄上井田線平安通り駅を結ぶ、鉄道路線、及び、道路線を建設、保有する目的で、愛知県、名古屋市をはじめ小牧市などの小牧線沿線自治体や、名鉄など民間企業の出資で設立された第三、セクター方式の鉄道会社である。本社は、 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号に、ある。上井田駅名古屋市交通局7000形状、飯田連絡線は、全区各間の鉄道施設を、いわゆる上下分離方式により上、飯田連絡線株式会社が建設し、第三種鉄道事業者として所有している。そのうち、安島上井田間は名鉄が、上井田平安通り間は、名古屋市交通局が、 第2種鉄道事業者として、線路等の施設を沈着し、それぞれ小牧線、上飯田線として、運行、営業を行っている。営業路線の名称として、上飯田連絡線は使われていない。名鉄小牧線のターミナルである上、飯田駅は、1971年2月1日、同駅に接続する名古屋市電尾成通線、上飯田、大曽根間が廃止された後、 他の軌道系交通機関との連絡がなくなったため、名古屋市中心部までの交通は、路線バスや地下鉄平安通り駅まで徒歩に頼っていた。そのため、名鉄小牧線の利用者からは、連絡線の建設が強く望まれていた。上井田連絡線の開業によりその不便は、解消された。上井田連絡線は、1992年運輸 政策審議会答申第12号名古屋県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についてにおいて2008年までに整備すべき路線として位置づけられた事業主体としては小牧線上井田駅と地下鉄平安通り駅間の連絡線部分は名古屋市交通局を想定して計画されていたが実際の建設は 地下高速鉄道整備事業費補助制度の適用のもと、召喚型上下分離方式により行われることとなった。それに伴い、上井田連絡船株式会社が、上井田連絡船の建設保有事業主体として1994年に設立され、1996年9月に着工された。実際の建設では、季節区間である安島上井田間の地下かと、 複線化が同時に行われることとなり、その区間は季節区間の事業者である名古屋鉄道日本鉄道建設公団に委託され、新設の上井田平安通り館は名古屋市交通局に委託された。上井田平安通り館は道路幅が狭い上に交通量が多く、さらに沿道には住宅や商店が密集して立っているという。 地下鉄建設にとって厳しい条件が揃っていたため、これらへの対応に追われた。また、安島上井田間も、庄内川、八田川の伏流水が流れる、砂木層を通るため難工事となった。さらに1995年1月17日の、阪神、淡路大震災の発生に伴い国が、耐震基準を改めたため構造物の設計も、やり直しとなった上、 2000年9月の東海豪雨で駅が浸水する被害を受けた。そのため完成は予定よりも遅れ、1996年の着工から約6年半を要し、2003年3月27日に開業した。設立から2020年まで本社があった名鉄カミーダビル名古屋市交通局及び名古屋鉄道からの線路使用料を収入源としている。 受け取り額は、両社より合計で、2006年度14億5000万円、2007年度以降16億円、2012年度以降18億円となっている。キロほどは、名鉄の方が約3倍であるが、使用量は、両社同額である。同社の、自己評価においては、2012年度に単年度黒字に転換、2018年度に累積損失解消を、 想定していた。しかし、2011年度の決算において、自己評価の想定より1年早く、単年度黒字に転換した。2016年度の決算においては、鉄道事業の営業利益が7億円を超え、建設時に借り入れた借入金の利息負担が重い、ものの計上段階では5億円弱の黒字となり、想定より2年早く累積損失を一掃した。 ありがとうございます。